期ご存知ですか。あ、エンリルと塩基ね、はい、あ、ありますね。あれ、うん、エンリルがムーで、うん、塩基がアトランティスっていう話を聞いてるんですけど、うん、あ、それはどうなんですか。いやー、それは難しいね。エンリルなんていうのは宇宙人のようなそういう感じの人じゃないですか。そうです、そうです、そうでしょ。だから宇宙人が支配してるっていうのはね、白人のユダヤの人たちが言うんですよ。ああ、そうなんですか。あんなもんは全部いないんだよ。だシュメールがね、アヌンナキが来たとかね、言ってるでしょ、はい、でピラミッドはやね、宇宙人しかあんなもんできへんだよ。日本だよ、ピラミッドは。そうそうそう、日本人なんですけどね。そのエンリルと塩基の話、うん、まあ、日本の神様にしたら、うん、別の名前になるんですけど、なりますな。その辺はそれで、うん、いや、そんなん誰も見た人いないからね、私はあんまり判断しないね。だから竹内文書に書いてたらね、シリーズ1の、はいはい、あの上古から天神、これ上古天神が書いたんですよ、この1に、うん、これですね。これを見れば、この竹内文書が世界最古の歴史書と、はい、いうことを、はいとね、私どものこの別館のところのですね、うん、あのサミットをやったと、はい、竹内のすぐねさんの子孫が来て、うわったんすごいね。びっくりしたよ、私。そんなもん、すぐねさんの子孫、あの73代か6代の、ね、今のね、あのめっちゃ面白い人でしょ。そうそう、皇太神宮の家はんねんけど、うん、まあその人とはまた別のたくさん竹のすぐねさん、そんな今あの YouTube でごつ出て、うん、たくさんいらっしゃるんです。その人じゃない人です。あ、何人です。だから、あの飛鳥さんに、飛鳥さんに出てはったやつは、あの人はもう亡くなったやつ。代々木ゼミの人は、あ、命がなくなった、もう命なくなったんや。だからもう殺されたんちゃうかなと思って、変なこと言ってはったから。そうなんや、代々木ゼミの方ね、うんうん、そうそうそう、代々木のね、そうそう、殺されたと思う。あ、そう、うん、変なこと言ってるということを言ってはったんや。高層高大神宮の人が、うん、殺されるんですよね、うん、いや、私もそのうちにね、私もそのうちに これ書いたから、これ危なくないですか。これ書いたから危ないんですよ。危ないですよね、実を言うと。あのやばかったんです。もう一つ、もうでもやばかったけど終わったんちゃうんですか。いや、終わったんじゃないよ。それはもう狙ってますよ、みんな。だから来る人をもう厳重、手相見とかなんか、来る人を厳重にチェックしてますよ。あ、そう。もうビデオカメラは撮ってるし、うん、もう全部さっきも車入って、全てが分かる。小町ごとかなって出てきよったら、そのままバッグ、どっかで見とる。十数台のカメラで確認してますから。言うとあるもんね、全部警察のカメラと自分のカメラと両方ある。そう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 。で、今もこれまあ収録しとるんですよ声だけね、顔映ってないけど、うん、だからそこまでしてますから。ここで私がバーンとやられて、もうこれ映ってるから、この人が他のカメラにも映ってるから、数台のカメラに映ってるから。ピストル持ってへんし、なんだしら持ってない。そう、いや、いろんな人来ますよ。そう、あの神戸の方のね、イルミナティの関係の人とかね。あ、ちょっとイルミナティ、いてるでしょ。いてるんですよ。僕ら神戸から来てるんですけど、6校、私姫路、6校の近くにあったんや、芦屋の上の方に。ああ、やっぱりそうですよね。6校芦屋族、芦屋族のところでしょ。あ、上の方にゴルフ場あるでしょ。 あそこにビレッジがあったんや。6校姫路、最初のゴルフ場、一番最初のビレッジです。ゴルフ場を神戸が一番最初にゴルフ場を作って、そこにあるね、そう、クラブハウスが、それがそうやね。それが第1号です。だから横浜より、ここの方が古いんですよ。日本のイルミナティと、イルミナティがこの間、ロシアのイルミナティのグループがたくさんいらっしゃるわけです。この間なんかイルミナティのなんか小さい地図とかでワード来たけど、日本全然入ってないけど、いや、日本人たくさんいますよ。あれ、イルミナティって日本のイルミナティとヨーロッパのイルミナティとはまた別ですよね。イルミナティは向こうでしょ。だ、それが明治のこのね、これに書きましたよね、イルミナティ。これに書いてあるんですよね。読みますわ。まあ、ディープステートで書いてある。ディープステートね。それで書きましたよ。日本のイルミナティちゃんと。だから日本の、要するにそういう上層部ね。ヤタちゃん。ヤタガラスとかさ。うん、裏天皇のそういう人たちはそういうグループともぴったり。現在の天皇さんもそうなの、全部歴代。明治以降ね。明治以降ですよね。明治で結局このこれに書いた時の頃から伊藤博文によってやね、そうそうそう、ヨーロッパへ行って、ですごい世界を見て、 それを日本にやれということで、あの集合写真に書いたね、やられてるんですね、古べき。ね、通訳が、うん、あれが通訳じゃないわけですよ、あの人が、
主体になって、うん、やりだした日本を植民地化にした、うん、植民地化になってたんですよ明治に。私そう思うわ、そりゃそうやわ、これは古びそれ皆いまだに知らない人は、そこで植民地になって GHQ でもっとすごいことになった、うん、そう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 、にうん、そういうことです。目を覚ませ日本。それ日本人知らないのよ、教えないから学校で。明治以降はやね、戦争教えたらあかん、ね、教えたらあかんってことになったよ、ね、教育方針って、ね、ああ全部隠されてきた。だから先日だからその夏休みね、コロナでさもうどこも行かれへんやろ、まだおかしになってきてね、これも夏休みと、はい、この間や行きたかりましたね、めちゃくちゃ走ってきたんやもん、すごいね。ああそれであのそれでたまたまだそのあれやんか、山口県、あれ山口県じゃないか、山口県あの萩とあの辺にあるのは知ってたんやけど、うん、もうたまたま通ったん、出雲からこうね、楊貴妃を皆さんの楊貴妃のあの像を見に行った、はい、深夜で走らんな、ま、間に合えへんから、うん、深夜走っとったらね、不夜城なの出てきたんや、突然海岸のところが、うんうん、ドーンとネオサイン抱えとんね、うん、ラスベガスホテルとかね、なんとかホテルとかね、これなんやね、こんな田舎のところにこんなもんがなんであんねやと、私ラスベガス行ったからね、あの状態ですやんか、でっかいステージがあるようなね、うんうん、で雨が降ってるしね、なんやキツネにつままれたような感じで、まあ要はしばらく走ろうと言って走っていったら街の真ん中になって、うん、なんか考察所、うん、高い札と書いてね、考察所が見つかって、でそこ信号があったから、その信号ちょっと過ぎたところで車止めておいたんや、で交差点でこう写真撮ってたんですよ、雨がジャーッと降っとんの、うんうんうん、パトカーがやってきてね、ここに止めてる乗用車直ちにあの出しなさいって言ってね、パトカーがすぐやってきたんや、すごいよあそこ、なんなんそれ、うん、怪しい、あの要するに信号からちょっと 10メーターか15メーターの範囲内やから、うん、違反になるのかな、でもそんな夜中の雨の降った、夜中の雨の降った日になんでそんな来るんよね、うん、バーッとすぐ来たんよ、もうびっくりしたよ、パチパチって写真変な人や思われたんちゃう、これこの間ね、整備してる僕が言うてたね、うん、このトラスケと思ってたけど、さらにこのそばに、うん、そばにいてた人なんですよね、ずっと、うん、この人が実際に明治天皇になったっていう話はこれはどうなんですか。いやこれはね、陸奥人親王ではないわけですよ、陸奥人親王、これが陸奥人親王でしょ、これがね、これは三國敬吾なんですよ、うん、三國敬吾を言うて、はい、あの突然出てきた人、さらにこの人にすり替えたっていうのは、うんね、もうややこしいね、何が何か分からへん、これにしたと思ってたけど実はこっちっちゅうねそう、がね、こっちはね殺されてなくてね、この人が生きてはって、で長州の方に行って大室虎之助と一緒に訓練を受けてたちわけや、それも孝明天皇の指示によってやね、自分の子供の陸奥人親王が行ってね、うん、受けてたというのがこれ哲学者の説なんや、どのような話、そんなこと言う、孝明天皇はだかわいで殺されてるとかね、殺されたでしょ、うん、それより前にやね、そんなもんわざわざそんなもんあったわ、なんかあのムーに書いてあったね、そのでムーの書いてた、それムーは知らんねん、ムーの6月号で、あそう、いやそうの言うたはんねん、その哲学者が言うたはんねん、だからあの鍋島藩がなんかそういう店言われてどやこやって、うん、ほんで大室虎之助と、うん、その陸奥人親王の入れ替えて、うん、ほんで実際明治天皇はそうやとか、うん、いや昨日もね、昨日もそれらに詳しいね、13冊の本を読んではんねん、明治の頃に13冊出てんねん、知らんかった、そういう話を聞はったん昨日、うん、おうで分からへんからここ皆さんと一緒や、そうもういろんな本読んでやっぱり分からへん、いろいろ書いてますもんね、いろいろ書いてんねん、具合悪い人はそれを嘘を書き進んでいってるから、それを全部この私のその本でね、解明したんですよ、解明したんやけど、まだ疑問点があるのよ、あるのはあるんですか、あるのはあるのよ、それはもう私の説が正しいだろうと、うん、膨大な勢力が出てきて、でかなりの金をかけてですね、あのいろいろ言ってるのよ、だから国体と政体っていうの知ってる、
知らんでしょ。どんな字？国の体、うん、政治の政と体、政体、つまり東京の大室忠之助の明治天皇と、それから京都の睦仁親王の明治天皇、うん、2つがあったっちゅうわけ、うん、だから睦仁は殺されてないと、うん、で孝明天皇も殺されてないという説を述べてる人がいる、うん、そんなことありえる？あるかもしれないですよね。もうそんなん黙ってへんの、うん、すごい権威のある人だよ、うん、でもあるかもしれないですよね。宮内庁国会寄りの人だ、それ実際あるんですよね。だからそういうふうに言われてたんやけど、睦仁親王は多分私はもう殺されてると思う、ね、でないとこはあるでしょ。だってそんな天皇が京都に一人東京に一人おって、うん、どない整理するの？どないして整理する？いや、あの裏天皇と、そう、それは単に裏天皇だ、もともと裏天皇、そう、まだその裏天皇がやね、私がこの子の本を書こうとして書いてくれ言われてた頃にはね、まだヒカルランドから出たんですよね、裏天皇が。うん、ああ、結局参加という人たちに、ね、山に閉じこもって参加、ああ、それは裏天皇言われて、うん、その一族が現在の天皇につながってるんちゃうかなと私は、うん、表の天皇前にもうそんなもんいらっしゃらないわけやから、うん、でしょ、大正天皇ご存知でしょ、うん、どんな方や。大正天皇ってなんか私ら全然むちゃくちゃ習ってるけど、うん、なんかあのイギリス行って、うん、でなんかあの三重士かなんかの訓練受けて、うん、上の方に行って帰ってきたとかで回答のが、うん、あ、そうなん、ありましたよ。それは知らんな、私そこまで明記してない。だから詳しいわ。大正天皇って私らも全く病気で何にもどうにもならん人やったって書いとったけど、ええ、もう全然違うみたいな感じで、まあ、体はどうもないねんけども、小種がないというのがもう一般常識やね。でも昭和天皇だって結構怪しいでしょ、うん、まあね、その辺言われるとね、今の天皇も怪しいしね、うん、今の天皇、何におるか分からん、今の天皇も不在みたいなこと言う人もおるしね。そうですよね、もうね、今見ない、不在、え、今の広人天皇が、あれは誰、不在や、誰って、いや知らん、何者なのかですよ。だから今こう誰が次の天皇を引き継ぐのかということでね、引き継げて小泉さん、あなたにちょっと追ってほしい人がいるんやって、ではか、え、それでどうなったの？京都に今その人がいんねん、裏天皇。いや、裏天皇か何か知らん、名前言わへん、追ってくれちゃう、八高津系の、いや分からん、これをするためにあれちゃう、ああそんなもん追ったらそういう話もあるんですね、もうあんねん、その人が、まだ物の目出してからやないだか、だからその人がね、そんな大野虎の人がそんな関係ない、ずっと嫌はったっちゅう京都に、うん、でも京都にずっとおったらねえ、そんなん、ねえ、なんで今まで名前上がらなかった、いやし、そんな黙って京都御所行ったら、ああちゃんとさ叱るべき対応してせなあかんけどおらへんよね、うん、そうです、ほいで京都はずっといまだにほったらかしいやんか、実は隠れてはったんやって、うん、それは聞きますね。あ、やっぱ言うとはるんですか、隠れてる必要はないやん、しれっとだからもう要は公にしたら一緒のことになるので、うん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 、やっぱりしれっと京都に今でもいてるっていう話は聞きますね、うん、だから未だにそれを表に出さなかった、分かんないですよね、出さなかった、その人がいるんやって、うん、その人が本当の血筋の人やってこう言わはるわけです。でもカズさんだって調べたら本当の人、まあカズさんもはるか遡るとね、うん、まあ、そんな、でもそんな人なんぼでも探したら、うん、もう その先からね、三種の神器のやね、その、あの、でもまあ持ってないであかんわね、草薙の剣が引きずられてないや、うん、持っとかなあかんわね、うん、その草薙の剣は皇太子になんかこう両刃のあるね、あれが草薙の剣や言うてこう伝わってるだけのことであってね、うん、だからまあそんなことよりももうとにかくこれね、私もそんなのあんまり興味なかったんですよ、そんなことに本になった、興味なかったけど、これを書くためにね、徹底的にこれね、もう夜も寝ずにね、まあちょっと寝るけど昼も寝て昼寝て夜やってね、で昼やったら電話かかってくるわけや、うん、見学者が来るし本が欲しいって来るでしょ、うん、なんかできへんのよ、集中して一、ね、回パッと来はったらもう3時間4時間もうその話の準備とか何やかできへんから、夜にもうバッとやらなあかん、うん、ね、それと、はい、アマテラスさんは男性ですか女性ですか、いや、アマテラス大神は両生類や、あ、両生ですね、あ、もう生前納得です、やっぱそう、アマテラス大神の前の人は誰かご存知、その前、セオルツ姫、ああ、それ前になるんですか、うん、セオルツ姫前、前なんですか、そう、セオルツ姫消したんや、だからアマテラス大神が出てきたの、これ分かった、今回、
これ今度書きます本で。一生僕ねひょっとしたら夫婦かなって思っとったんですよ。あではない、違う違う違う、だから両性や、両性にしたん。なんかあんま女性でもあり男性でもあるでもあるんです、ね、使い分けてはる、使い分けてるというように思う。私は多分間違いないと思う。でなんか一つこの間見たやつは初代がいてて、天照さんのね、初代がいてて、で2代目3代目で影武者みたいなの書いてあるやつあったんですよね、うん、その時で男性だったり女性だったりみたいなこと書いてあったんですけどそもそもまあまあ要は性別がない。それ誰が書いてあるの？それ何かわかんない、あの携帯で見たやつなんで。ああそうなん、でそんなもうまあどっちでもええわけや、それは。で瀬織姫は天照さんの前で天照ちょっと名乗ってはったんですか？じゃなく瀬織姫。いやいや瀬織姫は瀬織。だから私は調べたのは、この前の時代は瀬織姫。あ、神戸にいらっしゃるからあそこにあるでしょ。そうそうそう、姫神社も行きます。あそこがまあ根本みたいやね。それにものすごく詳しい人と一緒に、あの案内していただいて、出て出てはったね、案内していただいて、ここへ来はったけど、向こうではもう、もう入るの嫌や言わはって、見てくださいって言ってね、一人で行ってはった、一人で行ったんや、蜂に刺されたらあかんのか、あのよう知ってはるやん、見てましたよ、いや前に蜂に刺されたからね、今度蜂に刺されたら、もうドクターから言われてるのも死ぬと今度刺されたら、私はあの上からもお参りしたんですよ、あ上からね、あ上からやったら楽やね。それ下からは行ったことがない。僕ら下から行ったんです。私上から行ったんや、うん、下から行った方が値打ちはあるけどね、上から行ったらスカみたいな、うん、あそうなんですか、うん、そっと行けるんですか、そっと行けるやん。へえ、うん、いやでもあそこね入るとこがめっちゃ細いから、そうもうあんなとこ入るとこやと思わへんですよ、うん、どうぞ。でもぐる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 回ってもここしかないと思って入った。車で近くまで行かはったん？いやだからあそこまで、あそこ入って行かはったん？いやいや入って車で、うん、なんかここしかないと思う。なんとか山荘とかなんかあんのよ、うん、そこまで車で行けんのよ、うん、そこやったら近いんだけどね、うん、だから降りていく、降りていかなあかんけどね、そう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 、あそこはやっぱりね神秘やね。カメラ持って行ってね映したらね、ブーンと言うてんのよ。あれ何の音？ハチじゃないの？いやあれはもうその時期が磁場が、ね、ずっとハチの音やと思う。あの音鳴っとったよな。鳴ったでしょ。いや私も知らんかったよ、ずっと。いやなんかおかしいの、あれハチちゃうかった、ね、なんか磁場があんねん、あの岩に磁場がある。だからマイクのハウリングを起こしてずっと蜂か虫か違うのか、ブーンとしてたんですよ。ブーン、そこだけブーンでしょ。あれそうなんですか。離れたらもうならへんでしょ。あの岩場のところで、岩の下のところあるじゃないですか、うんうん、上の祀ってる、うん、下のところ、そこの階段降りた下の文字が書いてあるところ、うん、そこは言わなかったわ。そこのね、あれ蜂ちゃん、いや違うそこも言いますか。蜂が見えへんね。まあ、おらんかったけど、もうその辺に蜂がおるらしいね。新教岩と、もう一つ大きなね、その前要は祀ってるところ、真下のあの大きな岩の、そうそう、この間のこの道のところがずっとブー言うて、言うてましたか。私のカメラは言わなかったよ、そこは。上の瀬織姫のところの祭壇のところでブーンと言い出したんや。手前の方はどうもなかったんよ、あの拝殿のところ。あの音そうやん、ハイデの入らずや、あれ磁場があんねん、あそこすごい磁場飛んどった、私らの蜂ちゃう飛んどった、いや蜂がおるからね。